あなたが目指しているものは家庭医ですね。それではあなたが興味がある分野は一次診療や患者、すべての年齢層の患者を見ることに興味があるのでしょう。そしてヴィン・ディーゼルのように友達はいないが家族はいるというような感じでしょうか。それでは一般的な通説や誤解を暴き、あなたに率直にお伝えします。これが家庭医の現実です。ドクタージバル、メッドスクールインサイダーズ .com です。ようこそ私たちの新しい動画、あなたがなりたいものはシリーズの新しい動画です。このシリーズにおいては特定の専門家、医療の専門家について取り上げます。例えば家庭医などです。そしてあなたがこの分野が自分に向いているのかどうかが分かるようになっています。その他の専門家についてはあなたがなりたいものはシリーズのプレイリストをご確認ください。今後の専門家についてリクエストがあるのであれば、今後私たちが取り上げる専門家について投票に参加したのであれば、チャンネル登録をお願いします。家庭医の生活がどんなものなのか興味があるのであれば、私のセカンドチャンネルであるケビン・ジブル MD をご確認ください。今後家庭医についてのエピソード、家庭医の日常についてのエピソードも今後投稿する予定です。家庭医というのは一次診療の中心となっている専門家です。彼らはジェネラリストの中のジェネラリストです。他の専門家とは違います。違うところは特定の臓器や病気、患者の年齢層に限定されていないというところです。家庭医は最も幅の広い病気や患者を見る専門家です。新生児から高齢者、そしてその間すべての患者層を見ます。多くの人々にとっては家庭医の診療所というのは彼らの一番の窓口となります。緊急ではない健康問題のに対処するための最初の第一段階になるのです。家庭医というのは必要な治療を行ったり、もしくは適切な専門家に紹介状を送り、複雑な症状を見てもらうという役割があります。多くの家庭医たちは、家庭医たちが働いている場所は外来専門の診療所です。そして彼らの一般的な業務というのは糖尿病、高血圧症、脂質異常症、予防医学、そして健康診断などのようなことをします。しかしこれら以上、これら以外にも彼らの役割がたくさんあります。施術は外科医のようにたくさんはしませんが、もし施術を多くやりたいというふうに思うのであれば、1週間の1日を施術用に取ることができます。そしてステロイドの注射、胃膜の切除、膣鏡手術、パイプカット、そして舌小体切除や包茎手術などをすることができます。また患者層を調整することもできます。今後集中に行いたいのは女性の産科かもしれない、そして赤ちゃんを取り上げることを集中的にしたいのであればそれも可能ですし、高齢者を中心に見たいのであれば高齢者医療のを行うこともできます。家庭医というのはよく内科医と比較されることがあります。なぜかというと彼らは重複する部分がかなりあるからです。彼らは両者ともに一次診療、外来専門診療所で一次診療医としての役割があります。しかし両者は大きな違いがあります。内科医というのは成人の患者を主に見ます。そして専門としてさまざまな専門家があります。例えば循環器科、消化器内科、そして感染症などの専門があります。そしてそのフェローシップは大抵の場合3年となっています。
家庭については同じような臓器に特定した専門家というのはありません。家庭たちはよりジェネラリストとしての機能があります。しかしさまざまなフェローシップを選ぶことができますが、1年のフェローシップになります。これについては後に詳しく説明します。